ハロー、ニメンハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14第238回配信を撮っていきたいと思います。前回、幻影諸島にやってまいりまして、耳ドアさんに耳栓をしてナンパ栓のことを調べようっていう話になったところですね。じゃあメインクエストを進めていきます。浜辺に焚き火を用意しといたからの。あそこでチクッと待って、様子を見ずぞい。運が良ければ、セイレーンに会えるはずじゃぞい。というわけで、なんかフェイトが発生しておりますけども、焚き火のところは大丈夫かな。じゃあ待ちますかね。バトルを開始します。うおー、大丈夫かな。ちょっと待って、今なんか始まってない？ここに現れるというのはやっぱりただの噂だったのかの。なんじゃこの歌は。本当に出会ったぞい。あれが伝説の魔物セイレーンじゃ。あの時の事件と同じならば、やつは会場から動かず、下僕の亡霊たちをけしかけてくるはずじゃ。後のことは任せたぞい。また哀れな罪人が迷い込んだ。私を求めて。かわいそうにあなたには私の愛が届かないだなんて。亡者たちを倒せ。耳栓とかせんでいい？大丈夫？なんか。どんどん出てくる。愛は亡者となりて。さて、まだ出る。哀れな罪人を駆り立てるは憎悪か絶望か。まだ出る。愛の歌声は潮風に乗り、亡者と共に届けられる。恋に落ちて、愛に溺れ、哀れな罪人となった。なんか早くて全部読めないんだが。あれ？範囲が。あれか。海の中に出るとすごい見づらい。
あれ何？あ、死んでる？あれ何？あの飛んでる音符みたいな何？これ触っちゃダメなやつ。なるほどね。硬くないこの人。この人からだな。おお。コンプリート。なんか何も片付いてない気もせんでもないんだが。これで良いのか、耳ドアさん。あっぱれだったぞい、シャンメイドン。しかし、奴に逃げられてしもうたことは残念だの。わしの悲願は憎き精霊を討滅することなのよ。かつて奴の歌声を聞き海に帰ってしもた鍛冶師ギルドの者らの仇を討つまではわしは絶対に諦めん。さてと、それじゃあここらでさらばじゃぞい。どこかで会った時にはまた力を貸してほしいぞい。おっと、さすがに戦闘直前じゃないわ、なんかイベント直前に戦闘になったやつはカウントされてないよね、殴られてないよねっていう。さて、あとはですね、なんか増えてないちゃって、あとはですね、ここの先になんかあるんですよ。あれ、なんかこっちにも島があるね、月影島。え、どうやって行くんだろうね。じゃ、とりあえず乗っていけば大丈夫か。この先、おや、大将さんじゃないですか、討伐の。あ、次のが来た。おかわりが。さて、あ、ここにもう一体おるな。
さて、ここに打ち上げられた酒樽が、敵が出るんじゃないでしょうな。空のワインボトルを使います。うわー、やっぱり無理かな。じゃあ空のワインボトルをもう使った状態かな。あ、じゃああとは報告ですね。来た道を戻るだけなので、あとはワープかな。ちょっとそばまでワープですかね。さてと、船の墓場付近までやってまいりました。では、まあ、それぞれ報告をしていきますかね。こちらお酒の中身が欲しい人。アルドウビルさん。資料が怖くて戦場嵐がやってられるかーってんだ。ヒック。ワインどうぞ。おうおう、たっぷり入ってるじゃねえか。世話をかけたな。ありがとうよ。座礁した船の中には、東州や南方大陸と取引するためにお宝をわんさか積んだ船もあるって話だが、今の俺にはこの酒がお宝さ。さて、いただくとすっかねって、うわ、塩くせえ。ダメだこりゃ。飲めたもんじゃねえや。なんだよ、俺の心も辛気臭いぜ。それは残念でしたな。さて、じゃあもう一人。この、エダピタロピさんに。おう、待ってたぜ。早く渡してくれよ。魚が煮崩れちまう。じゃあ、スパイスを。そうそう、ありがとうよ。こいつを使えば、どんな魚も、うえ、生臭い。このスパイス、長年海水に浸かってたんだろうな。完全に腐っちまってやがるぜ。ああ、せっかく料理した魚がパーだ。小銭稼ぎのつもりでこの島に来たってのに、食費やらなんやらで大銭をなくしそうだぜ。かわいそう。なんかいいものくれる。これ結構欲しいかも。じゃあコンプリート。さて、そんなわけですが、あとはメインクエストの報告ですかね。さてさて、セイレーンを、なんだろう、倒してはない。ダビッドさんに、なんとセイレーンだと。あの伝説の魔物が黒幕だったか。逃げられたのは惜しいけど、島から去ったのなら幽霊騒ぎも少しは落ち着けばよいが、ともかく大灯台の修復には直に取り掛かれるだろう。礼というわけではないけど、これは約束の品。大灯台で取れた変属性クリスタルのかけらだよ。ちゃんと壺に入れておいたからな。ありがとうよ。あ、よかった。ダンジョンには行かなくて済みそう。うわー、というわけで、あとは戻る。というのでよいかな。ジャーナル。どれじゃ、これか。あ、もうシアーナちゃんはエールポートに戻っている。なるほどね。もうお帰りでいらっしゃる。でもあそこ入ってみたいね。なんかおしゃれね。こうか。あ、つながってるんだね。いつか入れるのかな。多分あそこの橋を渡って向こう側にも行ける。へぇ。光ってるとこ見たいよね、灯台。なんかあの、突き刺さってる、
あれが光ってるだけだよね。間違えた。というわけで、エルポートまでワープですかね。では。さて、エルポートまで戻ってまいりましたので、報告を。これたまにボタン押してないのに走り続けるの、これなんだろうね。たまになるんだけど、なんかバグかな。コントローラーが悪いのかな。ん？やるやにいる？違うの？隣？いや、いつもの上にいるのか。最初の場所ですね。じゃあシアーヌさんに報告を。おかえり。どうだった？どうだった？幽霊は怖くなかった？本当、シアーヌさんは興味がすごくありそうですね。お、変属性クリスタルじゃん。でかした。でもこれって風属性を水属性に変換するクリスタルじゃん。君の欲しいのじゃなかったね。でも、あと、水を土に変えるクリスタルがあれば、目的達成ってわけじゃない？あと一つ、頑張れ。そうだ、さっきランベルタン先生から連絡があって、このクリスタルは壺ごとグリラニアランディングまで送っとくように言われたよ。任せといて。どうも。お、やっと西田のシアのマウント速度が上昇。今更。で、シアノさんに続きのクエストが出てます。今度はレベル43クエストですね。最後の変属性クリスタル。エールポートのシアナは冒険者に伝えたい情報があるようだ。受注。さてと、頑張った君に、いいニュースと悪いニュースがあるよ。あ、これは海外のドラマとかでよくあるやつですね。どっちが聞きたいみたいな。ドドーン。いいニュースね。君の探す変属性クリスタルの発見情報だ。私たちゼロ組の頼もしき仲間からついさっきモグレターで受け取った情報だよ。ピッチピチだよ。ででーん、悪いニュース。それはここで私と君がお別れってことかな。楽しかったから残念だよ。仲間のヘディンはグリダニアにいるの。行ってらっしゃい、また会おうね。そっか、シアノちゃん結構好きだったんだけどな。 じゃあグリダニアまでワープですかね。へいへい。ここエルポートの雰囲気結構好きなんだけどな。ねえ。じゃあグリダニアまでワープです。さて、グリダニアまでやってまいりましたので、ちなみに今、プリンセスデーのイベント中なので、このように桜のようなマークが、よいしょ、入っております。さて、ではヘディンさんに話をしていきますね。あ、これが弟子の一人。あ、はい、僕がゼロ組のヘディンです。どうも。はい、先生から水属性を土属性に変換する変属性クリスタルをお探しになっていると聞きました。はい、僕の計算によると、大食いスプリガン、コギーが、ゴギーが、ゴギーが、その変属性クリスタルを持っているはずです。はい。霊祭時、巨大な変属性クリスタルが、白楼門の先、虎骨の森に発生したのです。はい。ただ、ゴギーがほとんど食べてしまったようです。はい。変属性クリスタルの残りも、ゴギーが抱えています。でも、クリスタルを食べて精がついたようで、素早く凶暴、誰にも捕まえられませんです。はい。ゴギーは弱いスプリガンたちを迫害しているらしく、スプリガンの巣窟に追い出されたスプリガンたちは、
方々でハグレスプリガンになっているとか。シルフの仮宿にハグレスプリガンの目撃談があります。そいつがゴギーの弱点を知っているかもしれませんです。シルフ族のコムシオに聞くと良いと思うです。はい。へえ。じゃあどうしましょうか。ワープですかね。シルフの仮宿までワープです。さて、シルフの仮宿までやってまいりましたので、ノラクシアさんじゃなくてコムシオさんに話しかけていきます。あなた、また来てくれたので、フッチ。え？変属性クリスタルを集めるために迷子のクロモジャを探しに来たので、フッチ。確か一人ぼっちのクロモジャならちょっと前にフラフラと来たで、フッチ。コンプリート。さて、コムショウさんに続きのクエスト。ノラクシアさんはあれですね、砂の家でお亡くなりになりましたもんね。レベル43クエスト、ハグレスプリガンの救出。シルフの仮宿のコムシオは冒険者に情報を与えたいようだ、ジュジュ。多分あなたが探しているクロモジャなら中央森林の方からやってきて何かを探してうろうろ走り回って言ったで、フッチ。この仮宿にも来たんだけどお目当てのものはなかったみたいで、フッチね。ダークスコールの方に行っちゃったので、フッチ。悪い子シルフにいじめられたら危ないので、フッチ。あなたに助けに行ってホピーで、フッチ。こっちか。目的地この辺か。どうしよう。すぐかな。バトルがしんどかったらちょっと次回に回そうかな。なんかバトルじゃない。普通に、どうかな。さあ。あ、バトルになりそうな、すごい予感がする。どうしようか。これ終わったら、終わっとこうか。もうすでにもうそこにいる。ああ、ああ、あれ登れぬぞ。ここの枝の先、やりづら。あれ、終わってた。さあ、これ、斜めったら落ちる。さあ、ティギーさん。救助。ウギー、うるしい、ありがとう、見知らぬ人。ここ、悪いシルフいっぱい。ティギー、怖くない。シルフのとこ、戻り。戻ってくれた。ここでマウントは乗れる。ここから乗れる。戻ろう。待って、ここ、あ、茨の森から行った方が早い。ここを突っ切ることを考えると茨の森かな。次回かな。さっきのついでに行きたかったところはあれですね、文句のクエストですね。じゃあこれ報告したら終わっとこうか。じゃあコムシオさん、あなたお帰りなので、フッチ。このクロモジャはティギーってお名前らちいで、フッチ。ティギーは悪い子大食いクロモジャのゴギーを倒してくれる人を探してたらピーので、フッチ。
ゴギーはとってもつばしっこくて誰も捕まえられないから倒せないでふっち。でも石神石っていう珍しい鉱石で誘えば珍しいもの好きのゴギーはきっと現れるらっちいのでふっち。わたびたちは石には詳しくないのでふっち。珍しい石なら彫金師っていう人の方が詳しいでふっち。十二神大聖堂の近くにお散歩に行った時、石をたくさん持った人がいたのでふっち。きっと彫金師だと思うでふっち。行ってみるのでふっち。お、では十二神大聖堂の付近まで次回ワープですかね。では第238回ご覧いただきありがとうございました。ではまた次回配信でお会いしましょう。スプリガンさん可愛いですね。では失礼します。